そうですよね、まあ、バッテリーにとっては頭インサイド打ち上げました。打球はライトへ、ライトが取りました。おっと、得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。高めのボール打ちました。高い打球センターへ、ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ライトが取りました。ツーアウトです。今5番セサル、フォアボールのランナーが出ています。初球わずかに外れてボール、打ちました。いい当たりだ。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライトオーバーのヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ドラゴンズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット。1対0ドラゴンズ試合の主導権を握ります。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打っていきましたよね。ここで先制点が入りました。チャンスを迎えています。まあ、早いうちに追加点を取っておけると楽ですからね。うん、そうですよね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには高橋が入っています。走ってきた。キャッチャー三塁送球する。セーフ、盗塁成功。さあ、チャンスを広げていきます。ランナーを三塁に進めました。いやー、これはよく走りましたよね。打席には5番バッターセサル。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。低めはこれは入っていました。ボールになります。打ちました。いい打球だ。高く上がった。さあどうだ。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。打席には6番バッター高橋。ここで点を取って流れを引き寄せれればまだまだ。ランナー飛び出している。盗塁成功。バッターボックスには5番セサ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあ、ここも打っていけるか。ドラゴンズホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ、引き続きここもつなげていきたい場面です。インサイド落ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。塩見抑えてワンアウト。さあ、そして打席にはセサ入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここはつないで1点ずつ返していくような意識でいいですよね。なるほど、そうですよね。まず際どいコースをついてきました。打ちました。痛烈な打球。ファウルになります。ボールになります。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。1点返しました。ドラゴンズライト前のタイムリーヒット。8対5ドラゴンズなおもチャンスです。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー。点差を縮めます。まあ、このままでは終わりたくないですからね。ここで得点が入りました。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の清水。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入ります。さあ、チャンスが続きます。